こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は青木博也さんと一緒に対談をお送りします。青木さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤沼先生、はい、あの会社の決算書ってあるじゃないですか。はい、ありますね。で、このチャンネルでも、うん、貸借対照表とか、うん、損益計算書の見方、うんうん、それについてまあやってますけど、はい、税理士さんからもらう決算書を見ると、うん、あの貸借対照とかの前に、うん、結構なページ数で資料ありますよね。はいはいはい、はい、ありますね、うん、あれって何ですかっていうか、見た方がいいんですか？あのつまりそれってあの税理士さんが作ってくれてるあの法人税申告書っていう、そのこと？はい、そうです、そうです。あ、確かにね、あれ結構なページ数ありますけど、何書いてるかね、よく分かんないっていうのはぶっちゃけありますよね。そうですね、うん、本当に全く分かんないんで、うん、もうすぐ BS と PL のページにスキップしちゃいますよね、うんうんうん、あれ確かに。まあ、私もちょっと似てるところありますけどね。じゃあ今回のテーマは、法人税申告書を見ると何が分かるのかっていうことが、はい、まあ、テーマと。そうです、分かりました。そういうことです。まあ、このテーマ全然いいんですけど、あのただね、ぶっちゃけ私も税理士じゃないんで法人税申告書の見方って、ね、言うほど分からないっていうのがありますね。え、そうなの？あの、いや、基礎は分かるけど、うん、そんな税理士さん並みに分かるわけじゃないですね。なるほど、うん、終わっちゃいますねこれ。なので、うん、今回は私がコンサル先の会社さんの決算書をね、うん、預かってみるときにですね、あのどこを確認するかっていうところを中心にね、お話しできればなというふうに思います。うんうん、まあ、多分実際社長さんもですね、まあ、同じようなところを見れば十分じゃないかなというふうに思いますし、まあ、もっと細かいところを知りたかったら、それはもう税理士さんに聞いていただいて、うん、あの確認するといいかなというふうに思うんですよね。うん、なるほど、はい、おっと大丈夫か、うん、これ、うん、多分大丈夫多分大丈夫かなと思いますけどね。なるほど、お願いします、はい、頑張ります。まあ、まずね、法人税申告書って別表の1から多分18か20ぐらいまであるんですよ。もうすでに曖昧さ出てますよね。いやいや、これね、本当ぶっちゃけ本当どこまであるか知らないんですけども、あの多分そのぐらいなんです。18から20ぐらいのあたりなんですけども、うん、あの別表ってね、全部見ることってほとんどないんですよ。何でかって言ったら、全ての会社に全ての別表が全部ね添付されてるわけではなくてですね、うん、この各社の状況に応じて必要な別表がついてるんですね。大体、うん、まあどうでしょう、10ページちょっとぐらいかなと思うんですけども、うん、で、まあ、別表の1っていうのが、まあ、いわゆる表紙なんですけどね、あの法人税確定申告書って書いてあるやつですけど、はい、まあ、あのその次のページ以降にね、こう必要に応じていろんな、まあ、こう別表がついてるというところなんですね。まあ、税理士さんとかにとってはですね、多分おそらく別表4と別表5あたりが、いわゆる税金の計算の上では重要な資料なのかなというふうに思うんですけども、まあ、私が見るのはあの別表の2と別表の7かなと思いますね。2と27、はい。それ何が書かれてるんですか？あのね、別表の2にはね、あの、うん、同族会社等の判定に関する明細書っていう、まあ、名前の資料なんですけども、ここにはあの株主構成が出ているんですね。あ、うん、見たことあります。あるでしょ、うん、ありますよね。そう、うん、あの株主構成ってね、あの会社の当本にも載ってませんし、うん、社長に聞いても、まあ、誰が何株持ってるかまではちゃんと把握されてないことが多いので、うん、まあ、ここで確認することが多いかなと思いますね。なるほどね、うんうん、まあ、確かに誰が株主っていうのは分かってても、うん、確かに何株持ってるかとか、うん、そういうのは覚えてないかもしれないですね、うん、そうでしょ、うん、じゃあその場合は別表2を見れば分かるってことですね。そういうこと、うん、まあ、だから、まあ、実務的な話で言ったら、例えば計画書を作り回すという時に、まあ、その中であの企業の概要書っていうのを作るんですね、うん、あのまあ、その会社をまあどこにだって何という業種でとか、役員構成はどれで、株主構成はこうでみたいなことをこうまとめる資料を作るんですよ、あの計画書の中でね、うん、その時に何だろうって時に、まあ、こちらのその別表にもねチェックして、まあ、入れると、まあ、記入するって感じなんですけども、ただね、問題はね、ここの記載ってね意外と間違ってることあるんですよ。
え、そう間違ってんの？決算書なのに？そうなんですよ。あの会社の株主構成が変わりましたよってことをちゃんと社長が税理士さんに報告してくれてればいいんですけども、あ、ちゃんとしてないとね、はいはい、税理士さん当然分かんないじゃないですかそんなこと、うんうん、そうすると決算書の記載が更新されない、まあ、まあ昔のまんまですよなんていうことって、まあ、たまに見かけるんですよね。うん、だからちゃんとこう正しく把握しなきゃならないっていう時はその別表2の記載をそのまま信じるというよりも、うん、そのページの内容をチェックした上でこれで間違いないですかって社長に確認して、で、まあ、必要に応じて例えば定款みたいとか株主総会議事録を確認したりとかして、まあ、判断するというところですね。なるほどね。じゃあもう一つの別表7は何が分かるんですか？うん、これね、別表の7はね、あの繰越欠損金の金額を確認するときに見ますね。繰越欠損金ね、うん、あれか、あの過去の赤字と、うん、現在の利益を、うん、現在というか今年の利益を相殺できるってやつですよね。そう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 、あの税務上のね特典、うん、アウル申告の特典として、あの過去の赤字、過去の、まあ、欠損金ですね、税務上で言ったら赤字のことを欠損金って言いますけども、この欠損金を翌期以降の利益から控除できるっていう制度で、まあ、黒字と相殺することによって、まあ、法人税がまあ減る、負担が減るよっていう、うん、まあ、そういう制度ですよね。うん、はいはいはい。あれって何年分繰り越せるんでしたっけ？7年、9年でしたっけ？あ、今は10年かな。10年か、うん、平成30年から以降に発生した欠損金っていうのはまあ10年繰り越せると、うん、まあ、それ前はまあ9年とか7年っていう時代もあったんで、うんうん、まあ、あのいつ発生したかの赤字かによってちょっと年数が変わってくるんで、ここら辺はちょっとね、あの顧問税理士さんに確認していただければなというふうに思いますけども、まあ、仮にこう欠損金がない、まあ、つまり過去にまあ赤字の時なかったりとか、もうすでに使い切っているとかですね、いう場合っていうのは別表の7っていうのは決算書に添付されないわけなんですけども、添付されている場合というのは、まあ、欠損金がありますので、まあ、いくらあるのか、でその欠損金は、いつまで有効なのかっていうのは必ずチェックはします。うん、あ、必ずチェックする？必ずチェックしますね。それ大事なんですか？うん、あのやっぱ欠損金、繰越欠損金がいくらあるのかっていうのは資金繰り管理の上ではかなり重要なポイントになります。なんでかしたら、例えば5カ年計画を作る中で、まあ、利益が、ね、出る計画を作るわけですけども、果たしていつから法人税かかるんですか、 いくらかかりますかっていうのが分かんないと資金繰りってだいぶ変わるじゃないですか。はいはいはい、ね、そうですね。うん、例えば今現在は繰越欠損金が5000万円ありますっていう会社さんが、今後例えば3年間毎年3000万円の利益が出ますっていう計画の場合っていうのは、まあ、1年目は3000万円の利益が出ても繰越欠損金が5000万あるから、まあ、丸々控除できて、うん、まあ、法人税かかんないねっていう話になって、うんうん、でも2年目っていうのはまた3000万円利益出たら、まあ、その時は5000万か3000万引いてるから2000万しか繰越欠損金ないと、うんうん、そこに3000利益出たら、まあ、1000の頃から1000万円に対して利益、あ、税金かかりますよねと、うん、で3年目に関しては3000万円利益出たらもう繰越欠損金も全部使っちゃってますから、うん、丸々3000万円に対して法人税かかりますよってなるじゃないですか。なりますね。これ3000万円に丸々法人税かかったらいくらかって言ったら、まあ、ざっくり1000万円ぐらいかかるわけですよ。おね、うん、これめちゃめちゃ資金繰りの影響大きくないですか？大きいですね。大きいですね。そうで、これを把握していなかったら大変なことになりますので、うん、ね、その時になって顧問税理士さんから「はい1000万」って言われたらさたまげるでしょ。確かにね、うん、それはまあ大事なチェックポイントですね。そうですよね。だから、まあ、もちろん税理士さんも事前にはちゃんと言ってくれると思いますけども、まあ、なるべく早くからね分かった方がいいでしょうし、まあ、そもそも計画上にそれがしっかりと反映されてなかったら困っちゃうねってことになりますので、うん、そこはしっかりと見ると。そうですよね、うん、せっかく黒字化したのに、うん、なんか納税できずに資金繰り詰まったみたいになったら笑えないですもんね。全く笑えないです。おっしゃる通り言うと笑えない。なるほど、うん、別表2と7のことよく分かりました。うん、ありがとうございます。まああの税理士さんじゃないんでね、細かな、あの、なんだろう、別表2と7他にもいろいろ分かるよっていうのはあるかもしれないんですけども、はい、まあ、我々の視点からするとそういったところを見るというところで、うん、
多分社長さんとか、まあね、ハグヤなんかもそうかもしれないけど、まあ、税理士さんじゃない方々にとっては、まあ、このぐらい取得だけでもだいぶ一級かなと。27のね27ケース、はい、ぜひあのご参考にしてください。はい、ありがとうございます。では、今回はですね、法人税申告書のどこを見ると何が分かるのかというところをね、ちょっと一部、ほんの一部なんですけども、お伝えしました。ぜひご参考にしてください。青木さん、今回はありがとうございました。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 